皆様、今回はですね、メトロック2015で私が聞いていいなと思ったグループ2つをご紹介したいと思います。まずはこちら、皆さん知ってるかな、じゃん、シシャモ。ね、ちょっと変わった名前ですが、こんな可愛らしい3人組のガールズバンドなんです。しかもですね、この子たち私よりも年下で、全員20歳ぐらい。いやー、とにかくね、可愛いんですよ、シシャモ。なんか10代の恋ってこういう感じだったなとか、なんかすごい甘酸っぱい思い出が蘇るようなガールズバンドなんです。ね、同年代の子たちに人気があるのはすごいよくわかるんですけれども、私みたいな24歳、ちょっとね、もうそろそろ大人だぞみたいな人にも、あの古き良きいい時代を思い出す素晴らしい音楽だと思いますので、皆さんぜひ聴いてみてください。はい、続いてもう一つあります。じゃん、カリスマ .com。 知ってるかな、知らないかな。私も最近知ったんですけれども、このこれはですね、バンドじゃないです、ラップをやる女性2人組。しかも普通の女性ではなくてですね、現役の OL さんがやっているラップ2人組なんです。これもね、歌詞がいいんですよ。歌詞がこの現役 OL 生活で多分溜まった思いをラップに乗っけて音楽にしているんですけれども、ぜひ OL の鬱憤が溜まっている女子に聞いてもらいたいラップということでご紹介させていただきました。カリスマ .com、 そしてガールズバンドシシャモ、ぜひ皆さん聞いてみてください。